出ると思う。多分困ってんじゃないですか、逆にモテすぎちゃって。いやだっておしゃれだし、ルックスもねかっこいいし、いつも可愛い女の子連れてるなっていうのはもう女の子好きですじゃないとやっぱりそのね、女の子の気持ちみたいなものを歌詞にとかできない気持ち。誰しも自分自身に課しているルールがある。それはただの独りよがりのものかもしれない。しかしこのいくつものルールが今の自分を作っている。この番組は10のルールを手がかりにある人物を裸にする。音楽プロデューサー中田泰孝。2001年越島敏子とのユニットカプセルでメジャーデビュー。その活動と並行して様々なアーティストへの楽曲提供を行う。2007年プロデュースを手掛けた Perfume のポリリズムのヒットをきっかけにその名を世に知らしめ、現在も多くのヒット曲を生み出し続けている。そんなヒットメーカー中田泰孝との最初の打ち合わせ。サングラスはかけなどの方が、はい、今日はそういう気分です、はい。サングラスをかけて登場した彼に番組の趣旨を説明すると、はい、ルールいっぱいあるかな。ストック作んないとか、曲のストック、ね、曲のストック作んない、うん、その時面白そうなことをやろうと思うと、そのタイミングでまた一から作る方が楽しいかなっていうのもあって、当然例えば自分の趣味が全く変わらなくても世の中が変わればその分だけ変わるし、世の中が全く変わらない、まあそんなことないと思うんですけど、変わらなかった場合でも自分が変われば変わるじゃないですか。だからそのいろんな要素があって好きなものとか今やりたいものっていうのが変わるんで、やっぱり一から作りたいですよね。今の中田泰孝が今の時代を切り取る、それこそがヒットの要因なのかもしれない。中田泰孝のプライベートスタジオを訪れた。地味なんだよ。こういう音が好きなんですよね。マッシブ。そうですね、だいたいここにいますね。なんかいっぱいあるように見えるんですけど、実際使ってるのは、まあ、スピーカーとパソコンと鍵盤っていう感じで、で、こっちがボーカルを取るブースですね。だいたいみんな僕の曲を歌ってる人はここで歌うっていう感じになります。こういう割とあのプライベートスタジオっていう、こう個人的にあのこう手の届く範囲のそういう環境で作る。ここでできないことはあんまりしてないみたいな感じですかね、逆に言うと。彼が手掛けたヒット曲はその手が届く範囲だけで生み出されている。なんかレンタルって便利なんですけど精神的に不自由じゃないですか。これは自分のものではなくていつか返さなきゃいけないって思っているものを使ったりとか、それを使って何かしたりとか、商業スタジオで1日借りたったりすると、まあ、すごいでかいとかだと何十万とか買ったりするじゃないですか。もうそれを出してるのも自分じゃないし、それを借りてもらってね曲を作るんだから、その時間内にまあそれなりの成果っていうか仕上げないといけないし、
気分じゃないから今日やめとこうって言えるような立場でもないし、だから足りないで、それよりもたとえ劣ってた環境だとしても僕にとっては自分のものというところがなんか上な気がするんですよね。その重要視する部分で言ったら使わないってことも選べる、自分が所有できる範囲のもので頑張りたいっていうのがあるんですよ。なんか DVD とかももうその後見ないかもしれないけどできれば買いたいっていうか、あと作ってる人もう借りてあだこだ言われるのを買ってあだこだ言われた方が納得いくじゃんみたいな。この日は自身が参加するユニットカプセルのアルバムアートワークの打ち合わせ。一枚サイズちっちゃくて同じことを下にすればいいと思うんですけど、こっちで行きましょう。カプセルのジャケットデザインの多くは中田泰孝本人が手掛けている。さらに彼はレコーディングエンジニアなど音に関する全てを一人で行っている。やっぱり作曲と作詞とアレンジとレコーディングエンジニアとかっていうのを同じ人が、まあ、自分がやってるじゃないですか。裏方としてちゃんと全部を把握したいっていうんですか、なんか世の中に出た時にこの曲いいねって言われても悪いねって言われてもその方が納得いくっていうか、音に関しては俺別にそこの要素好きじゃねえしっていう部分あっちゃいけないと思ってるんで、全部自分で監督していたいっていうか、そういう部分はあるんですよね。中田泰孝は都内のクラブを訪れていた。彼は自身が主催する月2回のイベントを含め毎週のように DJ をしている。もうすごい一人の時間が多くて、ほぼ一人じゃないですか普段仕事になってる時間っていうのは。なんでこう DJ とかやってるといろんな人と一気に会えて、みんなしかも遊ぶために来てるんで、すごいメリハリが効いてていいんですよね。そんな彼がクラブにいる間ずっと手放さないもの、ね、俺あんま人と話すのが好きじゃないんですよ。好きじゃないっていうか苦手なんですよ。めちゃめちゃ真面目に話そうとするとめちゃめちゃ真面目に話をしちゃうんですよ。だからあまり真面目な話をしなくてもいいようにお酒を飲んでる感じなんですよ。名前喋らない、人見知りなんですよ。足らないトーク力を補うツールみたいな。もし出番の10分前に入って DJ だけして人と喋らないで帰るんだったらもうやめますね。じゃあもう一回乾杯。ビールがちょっとだけ彼をおしゃべりにする。ビールが一番です。あ、これ今日初めて。薄暗いクラブで人知れず光る中田泰孝の携帯電話。iTunes で変換できるところを知ったの。え、知らなかったの？でもそれできたら、そこから電話かかってきたタイミングとかで音楽聴きたくないっていうか、それ自分が聴きたいタイミングで鳴らない音楽なんで、やっぱり自分で音楽は自分が思ったタイミング聴きたい。選べないですね、まあ、中継に関してもそうだし、まあ、今日なんですけど ずっとですね、持ち始めてから、うん。彼は DJ をするため月に数回地方に遠征する。俺
美味しいですよ。季節野菜のグリルサラダ、サラダの今のところ一番お気に入り。ゴルゴと